はい、こんばんは、島津です。皆さん久しぶりの実写動画でございます。ただいまですね、収録してる、日時なんですけど、12月の30日。そうなんです、もうね、年末なのでね、今回は2019年を振り返る動画撮っていきたいと思います。まあそうは言いましてもね、そこまでたくさん、振り返ることっていうのはないんですけどね。で、まあ2019年ね、良かったところなんですけど、まあ上半期ですよね。上半期、自分が予想してた以上にね、まあ伸びましたね。チャンネル登録数もだし、視聴者じゃなかった、視聴数か、もうかなり伸びました。で、まあそれをね、担ってくれたのがバイオハザード RE2 ですね。ね、作品のおかげでね、上半期はすごく繁盛しました。細かくは覚えてないんですけどね、バイオハザード RE2 を投稿する前って確か2万9000人とか、3万人とか、そんぐらいだったと思うんですよ。で、バイオハザードがね、出たおかげでね、そっからまあ8000人から1万人ぐらいチャンネル登録が伸びて、で、バイオハザードの、1動画は数万再生とかされたんですよね。バイオハザード様々でしたね。バイオハザード様々でしたね。あれがなかったらまだ4万人超えてないんじゃないですかね。で、まあバイオハザードもだったんですけど、まあその次の作品、デイズゴン、こちらもね、なかなか、ヒットしてくれました。全部が全部じゃなかったんですけどね、4割から5割ぐらいは1万再生は全部、超えてくれたんで、まあうちのチャンネルとしては1万再生超えるっていうのは、まあ大ヒットと言っても過言ではないので、バイオハザードに次ぐね、ヒット作品になりました。まあこちらがね、上半期に立て続けに来てくれたおかげで、上半期はね、急成長を遂げることができましたね。ちなみにバイオハザードでね、一番伸びた動画なんですけど、エイダのモツがゾンビに食べられると言ったね、まあタイトルの動画が一番伸びました。っていうか、まあうちのチャンネル歴代ナンバーワンまでね、伸びましたね。今もう50万再生いってるんじゃないですかね。何なんだろうね。エイダがただ単純にゾンビに食べられてるだけなんだけど、それがね、50万ぐらいいったっていうのは、特にね、特別なことはないんですよ。なんかバグで神がかった演出になったとか、そういったのはないんですけど、まあみんながね、そうだね、モツを食べたかったってことなんでしょうね、きっと。だからね、ちょいちょい見てるとね、鍋シーズンとかね、焼肉シーズンにね、伸びる時期があるんですよ、未だに。だから自分はそれ見ててね、ああみんなモツ食べてんだなって思ってますね。あと、このチャンネルの成長とはね、関係はなくなってくるんですけど、テレビ出演できたってところもね、今年は大きかったですね。MBC ね、鹿児島のテレビ局なんですけど、そのテレビ局の番組、テゲテゲーミングっていったね、鹿児島のね、地から、ゲーム情報を発信していくって番組なんですけどね、それに出演することができて、e スポーツのね、国体選手としてね、番組から出させていただきました。ちなみに種目はね、ウイニングイレブンでしたね。自分サッカーゲーム大好きなんで、応募したら合格してね、大会に出場させていただきました。まあでも結果としてはね、残念ながら予選で敗退だったんですけど、
まあ結成されて2ヶ月ぐらいのね、チームだったんですけど、2ヶ月にしてはね、まあそこそこ戦えたんじゃないかなって感じですね。いやーちょっとね、惜しかったですよね、あの時の試合は。もうちょっとでね、追いつけるかってところだったんですけどね、あと一歩足りなかったって、ところでした。まあそんな感じでね、上半期はなかなかいい感じの、活動ができてましたね。はい、それじゃあね、次は下半期、の話に、あれ、下半期っていう言葉で合ってるよね。間違ってたらごめんね。はい、下半期の話にでも入っていきましょうか。下半期はですね、まあ、簡潔に言うとですね、上半期に比べて、徐々に徐々に悪くなっていってしまいました。なんでかっていうとですね、ちょっと手広く、活動の展開をしてしまったのが原因だと思われます。先ほども言ったんですけどね、上半期かなり視聴数とかね、チャンネル登録数が良かったんで、今ね、状態的にいいから、自分が、やっていきたいジャンルっていうのも展開していきたいなっていうので、そちらにね、結構、集中し始めたんですよ。自分って FPS とかもですし、サッカーゲーム、もちろんウィニングイレブンね、さっき言った、もう好きなんで、そういったね、別のジャンルっていうのを、下半期はね、集中して押していってたんですね。本来自分のチャンネルっていうのはホラーゲームなんですよ。ホラーゲームがメインのチャンネルなんですけどね。まあ例えばレインボーシックスとか、PUBG とかをバン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 生放送とか動画投稿とかしていって、ね、メインのホラーゲームっていうのを今までだとこう毎日絶対上げてたんだけど、それをおろそかにしちゃった。その結果ね、どうなったかと言いますと、FPS とかね、そのスポーツ系のゲーム、ずっとぐんと落ちてたんですけど、視聴数としては全く変わりませんでした。変わらないっていうのは、伸びなかったってことですね。思ってるほど。で、ね、そっちに集中してて、本来、メインのホラーゲームっていうのを毎日上げなくなって、投稿とかもね、ホラーゲームの投稿とかをおろそかにしてた結果、ホラーゲームの方も、視聴数がね、一気に下がっちゃったって言った結果になってしまいました。それで全体的にね、もう視聴数がね、ガタ落ちです。まあ飲食店のパターンですよね。最初にね、出した店の売り上げが良かったから、いろんな事業に手広く、展開していったら、そちらの方が全然振るわないで、ね、大損害を受けてしまった。まあ、わかりやすく言うとそんな感じです。まあ、そういった結果になってしまったので、現在はですね、いろいろとね、押していき、たかった、展開していたジャンルを、また縮小して、今はホラーゲームかな。ホラーゲームを1日1本絶対上げるっていうね、方針で、またホラーゲームチャンネルとしてね、活動方針を戻したところです。自分がね、ホラーゲームだけ好きって言うんだったら、まあ、こんなことにはなってないと思うんだけど、もういろんなゲームをする人間だからね、FPS、シミュレーション、ホラーゲームとかね、そういったいろんなジャンルをする人だからね、こういったことになってしまったんでしょうね。はい、なので、まあ、下半期はですね、業務拡大をしすぎた結果、残念なことになってしまいました。まあ、それが今年の反省点ですかね。はい。
はい、こちらのね、内容がですね、まあ、今年の悪かった点、反省する点になるんじゃないかなと思います。その他何かあったっけ？ありますね。こんな感じでね、顔をね、一部公開してね、動画収録をするようになりました。去年か、去年はですね、仮面をつけて動画収録をしてたんですけど、今年からね、顔を一部解禁することにしました。これでね、良かったって思えるところなんですけど、表現の幅が増えたってところですかね。仮面だとね、目の部分しか、表現できるところがなかったんですけど、表情の表現ですね。これを取ることによって、眉毛と、あと目のこの周りの動きっていうのも、ゲームをする上での表現、リアクションとかね、そういったことですね。そういった表現に使えるようになったんで、みんなに、よりよく感情を伝えられるようになりましたね。そこが、まあ、顔を一部公開したことによっての良かった点ですかね。はい、以上はですね、2019年の、まあ、良かったところとか、反省点の、お話になりました。はい、短いんですけどね、まあ、本日の2019年を振り返ってみた、動画なんですが、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。2019年もね、あと残すところ2日です。皆さんしっかり、年越しですかね、楽しんでください。はい、それでは少し早いのですが、皆さん良いお年を。来年もよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。